あ、死んだー。結構入ってないな。頑張れ。怪しい。壁際によって怪しい。ダイアナ死んでない？カイさん、ウルトあんの？ないな。さよなら。
行こう次。ジャングル初めてじゃん。待ってもらえなかったな。待ってもらえなかったな。ナイス。痛いね。痛いよ。やべ、ケイルにこのダメージ。もしかして私弱すぎ？12レベルなんだけど。痛ぇ。あっ、遅れた。消えるとしよう。あなたは狩る方、それとも狩られる方。また地獄の陰球だ。助けてほしい。
ニビア好きさん、僕はあまりアニビアが好きではありません。鍋は緑の中のバラ、清らに咲けるその色めでつ、赤ずなが編む。死にたくないなら離れないで。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。生きるために私を覆い、本能によって鋭く尖る、それが私の歯だ。ミニオンが出撃しました。お前にも分からせてやろう。立ち止まらない、それが生き残るということ。ボイドもそれを知っている。ストブラッド。
味方が倒されました。味方が倒されました。相手のミスを見逃さない。見えてるわ。誓いの有無が生死を分け。私の言葉が届けば、彼らだってもっと別の道があるとわかるはず。
敵の気味を捨てる。あなたのチャンピオンは倒されました。敵を倒しました。一人ぼっちだ。敵のランページ。その運命は私に。味方が倒されました。味方が倒されました。立ち上がる、構える、そして全力で攻める。味方が倒されました。
敵を倒しました。敵を倒しました。恐怖と味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。この美しい世界を私は守ってみせる。準備は万端。味方が倒されました。敵のキリングスプリーン。味方がタワーを破壊しました。これは警告よ。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。破壊されました。狩りの始まりよ。味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。味方が倒されました。一息入れて狩りを続けましょう。どこも化け物が味方に倒されました。敵のランプ。
のダブルキル。
watch this replay if you want to know which runes to use, which items to build, understand how to lane, teamfight, and outplay your opponents. やれやれ、おじけついたか。死ぬことはできぬ。
ホーリーモーリー、明かりバランス、ほえわお、遅いな。そうでもないか。消えたらでかい。やばい、バレた。相手リコールしてない。取れるし、取れるべ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 。怖い、やっちゃったよ、それって。そんなことある。
死ぬことはできぬ。超えるんだ。全てを見つけることができれば。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。走った距離でルーンが得られるなら。ミニオンが出撃しました。
敵を倒しました。されました。敵を倒しました。味方が倒されました。敵を倒しました。味方が倒されました。敵を倒しました。
味方が倒されます。シャットダウン。隠すのだ。愚かなミスだ。二度と繰り返さん。ほう、文明か。かつては私もこの一部であったけど。全てが終わる日が待ち遠しい。敵を倒しました。敵のランプ。敵を倒しました。敵を倒しました。周りを気にかけずとも言うなら、どれほど楽なことだ。その者が沈黙するのを聞いたことがあるか。キリングスプリー。シャットダウン。
味方が倒されました。敵を倒しました。私は戦いを間もなく破壊されます。倒しました。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。貴様は死ぬの、私への喝采のために。味方がタワーを破壊しました。
スに感謝を。力を人が持ち続けられるわけがない。暗い場所には火を灯せ。キリングスプリー。つけたルーンの数だけ我々の寿命が要する。国は立つ。魔法は破滅にも救済にもなる。味方のタワーが破壊されました。何が書いてあるか教えてやってもらう。この後に死んでもらうことになるのである。味方がタワーを破壊しました。Unstoppable!
味方が倒されました。サモナーが退場しました。ビクトリお疲れ様です。グッピーです。今回はこちらの新武器の AR ラム7のおすすめカスタム、僕なりにねいろいろたくさん試して見つけたおすすめカスタムと、まあ、そのカスタムを実際に使って試合の方をやっていくという形でやっていこうと思います。よろしくお願いします。でちょっと話がそれちゃうんですけど、今回マイクをいつもより近づけてやっているので、もしなんか音量のバランス、ゲーム音とマイクのバランスとかがなんかもうちょっとこっちの方を大きくしてほしいとかいうのあったらコメントくれると嬉しいです。はい。でさっきからね映ってると思うんですけど、今回はこちらのねカスタムを使ってます。でこのカスタムで一番重要というか、ここは個人的に変えない方がいいかなと思ってるところを紹介すると、まずこの XRK レンジャー、そしてこの45ラウンドマガジンですね。こちらの2つがかなり強いアタッチメントだと思っていて、理由としてはまずこの XRK レンジャーなんですけど、一応ねこっちでも射程距離上がるっては書いてあるんですけど、かなりの距離まで、まあ、そこそこの距離かな、 めっちゃ遠距離は5発キルになるんですけど、 XRK レンジャーをつけることでそこそこの距離まで4発で倒すことができます。こちらも一応射程は上がるんですけど、こちらよりもさらに射程が XRK レンジャーは上がります。そして反動制御もついてきます。ただしちょっとね移動速度が遅くなるよっていう感じのアタッチメントです。これがすごい強力だなって思います。そしてこの45ラウンドマガジンなんですけど、僕の動画ってあんまり拡張マガジンつけないじゃないですか。つけないと思うんですけど、この武器に限ってはちょっと違うなと思っていて、まあ、確かにエイム速度が落ちたり移動速度が落ちるデメリットっていうものがあるんですけど、そもそもこの武器もともとエイム速度がそこそこ速いっていうのと、連射速度がかなり速いんですね。確か 880rpm だったかなぐらいで、めちゃくちゃ連射力が速くて、30発だとすぐ弾がなくなってしまって、まあ、めっちゃリロードしなきゃいけないみたいな感じになっちゃいます。なので今回45ラウンドマガジンを採用してます。まあ、こちらをね外してパークのスライハンドにするのも全然ありかなとは思ってます。でその他のねアタッチメントは好みで変えていただいてもいいんですけど、僕的にはステッピング加工と XRK のウルトラライトのストックが個人的にはすごくおすすめです。でラム7ってそもそもあんまりブレないんですけど、反動が気になるとか強防をもっと抜きたいって方はこちらの、ストックを外してアンダーバレルのレンジャーフォアグリップ、もしくはマズルのコンペンセーターをつけると結構ねブレも制御されて使いやすくなると思います。そしてこのラム7を使う時のちょっとしたコツなんですけど、まずこちらの武器何もリコイルせずに撃ってみます。
すると反動としては最初上の方に上がって途中から左上に上がっていってるっていう感じになってると思います。通常というか結構多くの武器は、まあ、上に上がって右に逸れていくみたいな、右斜め上に上がっていくみたいなね、 M4 とかもそうなんですけど、そのパターンが多いんですけど、この武器はちょっと特殊で左上に上がっていくので、その辺を注意してください。通常リコイル制御は左下にスティックを倒すみたいな感じが多いんですけど、この武器に限っては途中から右下に倒すっていうリコイル制御をしないと、逆にねリコイル制御してるつもりがなんかエイムがブレてしまうってことになるので、その辺は注意してください。そしてリコイル制御が苦手という方は、この武器拡張マガジンつけていてもつけてなくても同じなんですけど、だいたい15発目ぐらいかな、打ち始めから15発目ぐらいなんで、まあ、感覚にするとまあだいたいこれぐらいかな、よいしょ、だいたいこれぐらいの感覚で1回途中で打ちやめてまた打つみたいな感じにすると、リコイル制御があんまり得意でない方も割と打ちやすいと思うので、まあ、結局リコイル制御の難しいのって横ブレの制御なので、縦ブレしか起きない弾数で一旦打ちやめて再度打ち始めるということをすれば、あまりリコイルに影響されず打つことができるので、そちらもねよかったら試してみてください。ということで、早速ね試合の方に行っていきたいと思います。はい、ということでやっていこうと思います。さあ開幕、このマップ結構久々かな、なんか久々な気がする、あんまりなんか出ないんですよね。 そしたら右上から行きましょう。あ、待って、ちょっと、え、待って、今のタイミング危な、ちょっとタイミング狂わしてきましたね。さあ、後ろ取れましたね。オッケーオッケー、後ろの後ろに後ろ、でちょっとこっちしつつ、ここを抑えていればめちゃくちゃね点は取りやすくなると思うので、ちょっとここ何が何でも抑える感じで来たね。ちょっと場所がバレ始めたので移動しましょう。ナイスナイスナイス、オッケーオッケー、これでキルストリークも貯めれれば万々歳ですね。拠点も取れて、待って、危なっ、点も取れてキルストリークも貯めれれば、とってもとっても出だしとしては合格です。やばい、やめて、やめてほしい、ヘリガンだヘリガンだ、ちょっと待って、オッケー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 、危なかった今の、びっくりした、恐れたか、貯めるかな、さすがに多い、オッケー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 、完璧、いいでいいで、赤点出ない今作特有の今の最後の一人でした。場所とする、そうで、やば、あーさすがに、まだ死ぬことはできぬ、切れなかったか、まあ、でもキルストリーク全部溜まったので、ちょっとこの絵拠点だとまあ微妙なんで、違う拠点で使いたいなと思うんですけど、いいですね、めちゃくちゃめちゃくちゃいい感じ、やっぱ強いね、なんかこの武器絶対強いですよね、ミートの高い、なんだろう、あんまりブレない AR ってやっぱ強い感じがある、やっぱり、おお、また、まあ、やっぱりこのレンジャーがね、多分初めの方に説明したのかなと思うんですけど、初めかとか忘れ、あの、わかんないですけど、説明すると思うんですけど、このレンジャーがやっぱりいいね。テンドロー。よし。プレゼント入れて、で、左見よう。で、右見よう。左見とこうかな。できれば味方の人が見てない方向を見てあげたいんですけど。オッケーオッケー。やばいっすか、ミスタイバド。ごめん。結構早めに死んじゃった。はい、すいませんでした。めっちゃ早く死んじゃった。あんまり点数入らなかったんですけど、まあ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 。外の拠点が来た時が本番なので、まあ、とりあえずはまあまあ中だったので仕方ないということで、来たね、お、来たね、外、よしよしよし、これ今思ったんですけど、ヘッドクォーターってこの場所は決まってるじゃないですか、その拠点が出てくる場所、まあ、決まってますけど、これ順番って決まってるんですかね。最近ヘッドクォーターやり始めたんで、なんか順番分からなくて、もしなんか決まってるとかあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。なんかランダムな気がするんですけど、そのせいなのか、ヘッドクォーター歴が浅いもので、
よし、待って、これ逃げれるかな、いなかったか、いやー待った、あーやばい、これ逃げた方がいい、拠点確保しつつ、あー逃げれたかった、どうしよう、 V トール行きますか、とりあえず V トール出して、で V トールが帰ったらヘリガンナー行っちゃいましょう。オッケが悪く聞こえたなら、それは世界を救うのに忙しいからだ。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。超金属にならぬ超エネルギー体。ミニオンが出撃しました。それが私のやり方だ。このルーンは貴様らが見て良いものではない。Yeah!
やけどするぞ。ファーストブラッド。敵を倒しました。ダブルキル。味方が倒されました。味方が倒されました。話している暇はない。キリングスプリー。味方が倒されました。敵を倒しました。ランページ。シャットダウン。愚かなミスだ。二度と繰り返さん。一度でいい。ゆっくり眠りたい。愛おしく、そして愚かな民が住まう世界。敵を倒
敵を倒しました。倒されました。寝るのは人の意志。そのとおり。敵のキリングスピリー。姿が見えれば倒せぬものなどない。シャットダウン。本質は同じだ。
倒されました。敵を倒しました。知識こそが真の武器。味方が倒されました。タワープレートが間もなく破壊されます。賢者は自らの力を御する術を知っている。放て！敵のキリングスクリーン。シャットダウン。敵のキリングスクリーン。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。一丁乗り。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。
えるんだろうな。誰も信用するな。特に力を求める連中はな。敵を倒しました。味方が倒されました。味方がタワーを破壊しました。やれやれ、荷物が増えるのか。ランページ。敵を倒しました。まだ生きられることを幸運に思うのだな。味方がタワーを破壊しました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 。シャットダウン。ビクトリー。
treffen gaan ze gaan me steady idioten uit Vulpan. Nu zit die dieve geel blak met zijn man de enter nog op people.俺むしろ絶すら全部クリアしてないよ。ドランケンなんだな、強気やなこいつ。ほんとトゥクリのサモラネビもなんだっけ。ダンウォン、ウォンってどうやって打つんだっけ。ダーンなんだっけこいつ。ならハリボーだみたいな名前だった気がするな。やられる。いやこれ送れないんだけど。なんで送信できません。お、当たってた。ダンボーハリボー。やっぱエイトロックスはサブ赤なのか。その人みんなマップ左な気がしてきた。気のせい。それ気のせいだね。お、ありがとう。やこれ。あ、やっぱダンボンハリボーだったね。だって URL。あ、てかここで貼れるじゃん。はい。URL 省略。韓国の人ってハリボーグミめっちゃ好きだよな。なんか無人もハリボーウンタラカンタラみたいな名前にしてる気がする。感謝。俺が韓国にゲーミングハウスに住んでる時もみんなハリボーのグミ食ってたわ。あ、今なったんだ。これ動画勝率高いのに管廃炉って珍しいですね。いやトップレーナーみんな KDA 廃炉だよ。俺トップレーナーで KDA の色黄色っていうか緑色なの。俺ねキーンぐらいしか見たことないよ。ボイフルの方が美味しいよ。キーンでもキーンも言うて全部ねあれだよ。 KDA 多分廃炉だよ。トップレーンって KDA ね絶対高くなんないよ。無理だよ。このロールで勝とうとしたら死ぬもん基本。サイラスとカミールだけだね。ハリボーのクマの形のハードグミ大好き。ビレリアの動きレベルちげえ。グリッドからめっせってるよ。兄よクマの人が一生殴り合ってるイメージ。ジョックンマンでよ。アルチアでケンチャラって、ケンチャラのなんか頭文字を取るみたい。ケンチャラってなんか、なんかね、ゴエンチャラみたいな文字なんだけど、そこの頭文字がこの文字になるんだよね。だからこれがケンチャラ。例えばだけど、日本語だと例えれねえな。あ、日本だと例えば大丈夫って打つとするじゃん。
例え話で大丈夫で、これをなんかそのアルファベットで1文字目にしたら D じゃん大丈夫がで E が I じゃんで丈夫で、まあ、Z か J か分かんないけど丈夫で J で U が U で V じゃん、こんな感じ。わかる？俺が言ってること。こうなるんだよ。マジで例えるのが難しい。どう例えればいいんだろう。だからケンチャナってなんかその R、 そう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 、 R が G の発音なんだよ。だからケンチャナだけどなんか発音はゲンチャナらしいんだよね。だから G で G が R が G なんだよ。これが G の発音なんだよ。そういうことです。てかあのね、パッパゴに行ってほら早いね。ケンチャナ大丈夫大丈夫、これでゲンチャナなんだよ。でほらここのさ、この一番上のこの部分、これがグエン、こことここの G の部分が R で、ここが C なんだよ。このチャナのチャの C の部分なんだよ。だからここを切り取って R と C でケンチャナみたいなこと、わかる？ R と C じゃん、こことここの部分あるじゃん、こことここの部分あるじゃん、これとこれを切り取ったらここになる、こことここを切り取ったらこれになるんだよ。でその英語のアルファベットのキーボードの部分が R と C なの。だから RC がケンチャナになる。いやっていうか違う、なんかね、要するに G と C の発音ゲンチャナだとするじゃん、発音を例えば。そしたらこのだからこの G と C の発音の部分がキーボードの R と C なんだよ。簡単に言う。待ってっていうのが誰？分かんない。あ、これなら簡単じゃん。これってあのね、ハングルってこの左が、あの、赤さとらハワイアラワになって、この右側がアイウエオの、なんていうの、その母音、アイウエの母音と、左が、あの、赤さとらハワイアラワみたいな、なんだけど、これ G、この G の発音で、G とアイウエオの E なんだよね。そうそう。だから、左の部分が、この、キダリョって言うんだけど、R、G。で、キダリョで、だから D じゃん。だからでこの部分を韓国語のキーボードで取ると R と D になる。こういうこと。そしたらこれが左をウェイトになるわけ。 これは韓国語のマット話を。デイジーとか出てねえんだよ。タイトストーン持ってる。欲しいなぁ。朝日
何がいいんだろう。メッセージ化でもあると嬉しいよ。あなたは狩る方、それとも狩られる方。マナが多いもん。アーゴットってマナきつくされてるから冷静沈着でもいいんじゃない。まあね、なんだよな、こいつがまたきつい。バレたんすよ。俺だよ、サウスカーある、ケンちゃん。It would be troll, but it would work because I could go in and sort of be a brick, you know? I want to do a theme.You go in, use Zonias right before death, and you make them fucking focus you. That's what I gotta do. If you ask, how you doing? Keep feed they. Who fucking vote no? Keep feed. おい、どっちするかやな。最初からしとけや。Oh God, get me out! Get me out!What? That's a fucking. That is. Hold your shit on. Bitch, where you going? See ya. Oh, I tried to zone his. Oh.これさ、さっきライブで見てたんだよ。マジでね、これね、やばいよ。キャニオンの動き見ててガチでえぐい。マジこいつうめえなって思った。この後まあまずこれ殺すじゃん。この後のファイトマジうまい。わかんない、みんなうまいよ。この後のキャニオンの動きガチえぐい。これジャングルキャニオンね。マジでうまい。俺びっくりした。これ瞬発力えぐいなって思った。今ヌグリもあーい、あーいいやってたら全員殺してたのに。許してはないの。理不尽を許してはいない。That's embarrassing. That's fucking embarrassing. Karthus mid. I still haven't had food all day, so guess what, boys? This is the last game. I'm gonna have to stream early tomorrow because I don't want to be fucking starving. 広い心を持とう。And looking for food at like 7 at night. You know who's extremely broken? Guess who's extremely broken in top lane? He's a top lane pick. Not many people play her, or him. Or I could even say it. Not many people play it. Who's extremely fucking broken in top lane? Take a guess. It's a dude, or it's an it, whatever the fuck you want to categorize it as. No, everything I've seen so far is a no. No. It's a legit pick. It's not a troll pick.やろう。She's dead. My bad. It's a dude in clothes. I'll say that. Hey, I saw someone say Jax. Yep. Jax is broken as fuck. Anyone who disagrees has not seen a good Jax. I've seen way too many Jaxes to know what that fucker's capable of. Jax is fucking. これ変更されてるよね、さすがに。Ridiculous good. He's so fucking good. He will dive you no matter what.でもそうだね。でもさっきの試合イズリアでやってたらもうちょいマシだったかもな。でも猫見せてくれよ。
見せないトラップみたいなのやめろよ。 AD キャリーぶっちゃけ何使ってもユーミでは勝てねえから。勝てないならエズリアルだよね。新しいユーミはマジで味方を殺そうとしてるとしか思えない。That bitch died instantly. I guess she had to commit, though. I think she saw Maokai. Jesus, what the fuck was that damage? What do I want to listen to with this fucking undead pope, dude? This undead Papa Emeritus ripoff looking motherfucker. What am I doing? Ah!There we go. See if I had better fucking map awareness. That could have happened ages ago. Carthus is not. 実際どうよ。別になんか俺にここは気をつかなくていいよ。別にもう終わったから事件が。事件が終わっただから別に俺に気づかなくていいんだけど、実際ユーミ、後出しユーミされたら AD キャリやってる時どうよ。終わったなってなっちゃうね。Oh, you idiots! Oh, we're still dead. Nice. She is no flash. You're fucking dead, lady. If this thing touches you, you're dead. She fucked up the ulti. Okay. Let's fucking do it. Oh, Yi's coming bot. Ah, 同じでよかった。 Exhale and fight. I'm just getting her low. I don't have fucking flash.Don't shield her! No! No! You fucking shield her! That's so lame. He won her and she was dead. We can easily get mid. She's dead. It's a good fucking gank on now.先に見せてくれたらな、ファイターやるんだけどな。ファイターだったらまだでもユーミやれそうだよね。ポーズ野草だったりイレリアだったり、本人がその使われてる本人が上手ければなんとかなる気がする。それならまあ、でもどっちにしろさっきの試合無理だったろうけどな。さっきの試合だってもうトップがもうすごかったし、オンファイヤーって感じだったトップ。Oh, that was so pointless. Fuck me. At least they're not gonna get that creature to fucking take down some towers.That was so bad. Oh, it's a freebie. You're dead. You fucking killed your lady. Oh. We really have to do something. I don't want to let Jax fucking win this game by splitting. Because that's exactly what he'll do. Like that. You take that. You don't run away, dude. You take it.I need void staff. My Qs weren't doing any damage. I will. You're dead, dumb bitch. The time is now. Al-Qaeda is a good band. Quite bombing. Yeah, anyway.No. I'm the dumbass. See you later, boy. But, you think they'd let me do one like dickhead Tobias DH? I'm dead, but it's fine. You can. アリサ使ってユーミ投げつけてえな。Tobias DH,
chicken, right? Just some flavorful fat. Some bacon pig fat. Dude, bacon is so good, man. That was a very questionable play. Okay. なんであいつあんなに嫌われるようになっちゃったんだろう。でも見た目は可愛いチャンプなんだけどな、動画描いてもでもやっぱ負担をかけてるってとこだよな、その味方に一人おらんのやぞお前のせいでみたいな。The reason I hide the names of people is because it's visibility. It's easier to fucking see what's going on when you don't have the names of people.I don't think it would affect frames, it's more of just like visibility. あとはもうナーフされてぐちゃぐちゃにされたもんね。That's embarrassing. That's fucking embarrassing. That's when you just forfeit the game. Okay, that's when you... なんであんなに勝率下がったんだろうね。That's when you just leave the game and say, you know what?I'm trash. I don't deserve to play this shit anymore. Just fucking forfeit the game, leave, uninstall it, don't look back. Bard? That's not Bard, that's wrong. Even I'm brain dead after that fucking play. He stole it with Q. We're fine. You hit tanks, buddy. Fuck, man. Jesus.なんだっけな、なんか強かったと思うんだけどな。あ、でもさ、そういえばさ、そういえばなんだけどさ、あのこれはもう終わったこと終わったことでもないんだけどさ、俺とユージーがユーミが出た当初にイレリアと組ませて強いってやつやったじゃんね。あれ似たようなことをさやったわけじゃん、ガレン・ユーミって。あれってでもかなり考え方として鋭かったんじゃない。で勝てたかどうかって言われると違うけど結局フナティックは負けたわけなんですけど、Something isn't fucking right. What the fuck was that? Holy shit, what was that? Oh, I have TP. Oh, oops. No wonder. Okay, good start. I fucked that up royally. What the fuck? After I flashed, I just stood still.ファイヤー、ファイターとくっつくものでしょみたいな風潮は、でも俺たちはそのあれで押してた。ファイターとくっつくもんでしょって。AD キャリじゃないよこれはって。ナイス、ナバン。 Also, one thing I've noticed is teleport sort of gives you like a good time frame to really show when you should be backing. So, you know, every 5 minutes after TP, good to go. Just go B, get your items, whatever, so on and so forth. So I can go B in about 60 seconds. I'll get Sheen, I'll also get the Stinger, and then I'll be about 35% cooldown, so almost at 45. Oh!One Q is all it takes, boys.